いや、ただ、ちょっと、お伺いしますけど、あの、ほら、本日24日、一度も出て、あの、そうそう、自分の感性で新しい世界を知けるには、お伺いいたします。どうやってお考えの皆様が、一体、エントランスホールにお集まりください。
風の方が僕は油絵を描いてました。油絵を描いていたんですけれども、途中から電気に興味を持ち始めてそうですね、LED の光も絵の具と同じように扱って絵が描けたら、そういうことを考え始めて制作していました。ちなみに坂本の方は、グラフィックデザインをやってまして、今回のポスターとかそういうデザインを担当しています。はい。ご紹介をする。そうですね。電気っていうのは、まあ、何かをコントロールしたりとか、光や音も画面もこうエネルギーにもなります。なんかちょっと人工物っぽいようなイメージはあると思うんですけども、この自然界の中にもたくさん存在していて、私たちの皮膚の上とかにも実は電気は存在している身近な存在です。そういうところにちょっと興味を持って制作をしています。こちらの作品は、ステラノーバという作品になるんですけれども、音を扱っている作品です。今こう2人、まあ、私たちがいるんですけども、手元にこう円柱の形をした木製のインターフェースがあって、それに触れると、音が奏でられるような仕組みになっています。ちょっと紹介します。小さい音かもしれないですけど、じわっと触れるとじわっとなるような、ちょっと小さい音なんですけど、すいません。している音が、実はこの空間上にも小さなスピーカーがこうふわふわ浮いているような状態になっていまして、自分の手と空中がこう連動して音が鳴るような感じになっています。私たちの興味というか、例えば自分と誰か他の人がいて、全体がつながる時の意識の変化とか、環境がちょっと変わったような感じがするとか、なんで今変わったんだろうとか、今何が起こってるんだろうってことにすごく興味があって、普段から音を媒介に人がさまざまな意識の変化を体験できるような作品を作っています。次は、ランゲージという作品です。動物とか花とかっていうオブジェが、実は光とか音、香りも、出すような形になってるんですけれども、まあ、これも体験者と環境をつなぐ体験型の作品になります。動物を撫でてあげると音が奏でられるんですけれども、その動物に対応した、花のオブジェがあって、そちらから光と香りが出てくるような作品です。香りがですね、3種類ありまして、ドライフルーツとハニーレモンとグリーンハーブっていう、その3つの香りが、空間上で混ざることで、バラも花の香りがするようになっています。そうですね、これはある要素、バラの花とかいろんな音とかいろんな光とかが分解されているような状態で置いてあるんですけども、人がそれぞれ関わることでそれをつないでいくっていうような構造の作品になっています。ここからは、石の声の着想、メイキングなどをお話ししていきたいと思います。私たちは自分たちの作品を作っている他にも、他のアーティストとかデザイナーの方の表現のお手伝いをしたりしています。例えば、なんか制作の記録を取ることもあったりとか、あとは彼は電子回路でですね、僕油絵をやっていたので、例えばボワって
光を光らせたいとかいうのがなんとなくニュアンスが分かるんですけど、そのニュアンスを、まあ、アーティストの人と汲み取ってですね、あの回路に落としたりプログラムにしたりっていうようなことをやっております。で、あの今映っている、現代アーティストの、木村貴人さんって方がいらっしゃるんですけども、この方が千葉県の市原市っていうところで、市原アートミックスっていうあのイベントがあって、その時に、まあ、僕はちょっと関わったんですけども、今映ってるのは、オリラジオステーションっていう、あの小屋を丸ごと、苔とかですね、草とかで覆っちゃった、まあ、森の家みたいになってるのが映画にも登場したんですね。ここであの2013年にできたんですけど、あの その年に、解体されるような予定だったんですけど、いい雰囲気なので残そうっていう会が立ち上がって、あのここで結婚式したりとか映画の舞台になったりとか今も残ってます。この小屋の中は本当は森の管理をする人がお休みをする場所なんです。駅のそばにある小さな小屋なんですけど、使われてない場所で、そこの中で、最初の着想の時はあの森の中の音を、例えば動物が夜中歩いてる音とかですね、草を食べてるとか鳥が鳴いてるとか、そういうものをここであの山をラジオ局として、聞けないかなっていうようなことで関わったんですけど、その時はですね、2013年の時はそのラジオがいろいろできなくて、で僕は直接はここで手伝ったってのはないんですけども、まあ、その構想段階で後で紹介しますけど、山の中に一緒に帰ったんですね。その時の経験があのこの石の作品とかにつながってるっていう、はい、そのどうつながってるかちょっと少しずつお見せしたいと思います。先ほどの、 あの木村貴人さんからはですね、千葉県の、まあ、市原市っていうので、まあ、問題になってるっていうか、獣害とか害獣とかイノシシとか猿とかですね、そういうものを、あのアートの目線から解決できないかっていうので相談を受けてですね、でここで、猿を例えば駆除するとかイノシシを駆除するっていう発想じゃなくて、なんかもっと地元の人とコミュニケーションを取るとかして何かできないかっていうのが森ラジオステーションの始まりだったんですけど、このリサーチのためにですね、猿を追いかけたんですね。で、千葉県の市原市でこういうところにですね、ポツンと集合しまして、木村さんと、あと山の達人って僕が呼んでる、あの後で紹介しますけど、渡辺さんって方がおります。で、その方に先導されて山の奥まで行きました。で、どん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 山の奥に入っていって、で、ここからは車じゃなくて歩いていくんですけど、隣にいる青い方が木村さんで、その隣が渡辺さんという方です。渡辺さんは NPO で、その猿の駆除とかですね、そういうものをやってる方で、ものすごく山を愛している人でですね、まあ、どん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 入っていくわけです。で、これ椎茸の原木なんですけど、それがあるところを抜けて、なんかもう原木じゃないところに椎茸入ったりするんですね。で、どんどん人の手がなくなっていった中で、パッと切り開けるところがあって、で、千葉県の奥でゴルフ場とかがある地帯があるんですけど、そのちょっと手前まではですね、林が伐採されていて、割ともういきなり森からパッとこういう状態があるんですね。こういうところにはあんまり動物は、まあ、いないっていうとあれですけど、見当たらない。見当たらなくてですね、まあ、抜けていくわけですけど、どん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 まだ行きます。で、ワラビは生えてたりするんですけど、朝10時半ぐらいなんですけど、僕はあの車で木村さんに乗せてってもらって、何してるんだろうな、こんなとこでとか思いながらついていったわけなんですけど、どん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 行き
きます。で、また切り開けたと思ったらまた森に入っていくんですけど、で、ちょっとわかりますかね、あのこの辺、わかりますか、木に傷がついてるんですけど、これがなんか鹿とかですね、なんかイノシシがちょっと引っかいた跡という感じで、でもまだこの辺までは人の手があってですね、あの柵とかがあります。でももう合ってないようなもので柵の紐が切れてたりして、割と動物の世界に入っていくんですね。で、おもむろにこう靴を脱いで、あのさっきの渡辺さんはいつも森の中に入って、木の葉をですね、目だけ出るようにして埋まって隠れて、動物とかが通るのをそーっと待つみたいなのが楽しみだと思って、すごい変わった方なんですけど、でもなんかその、この話になったんですけど、その方の言うようについていくと、本当に動物がいるところに行ける。で、これもまた鹿が角をこう磨いたっていうような場所なんですけど、こういう場所に行くと、なんか鹿が休むっていう、鹿のオアシスみたいな場所があるらしくて、で、って辿っていくとですね、鹿がうんちしてるんですけど、ほやほやのうんちしてて、まあ、すぐそこ、あすぐたった今すぐそこにいたっていうような状況にある場所だったりします。で、これは鳥かぶとかなが生えてるとか聞いて、でもまだずっと裸足で登ってます、ここは。で、渡辺さんはこうやってあの森と一体になりたいみたいな感じで、あの埋もれちゃったりするんですけど、で、これが大好きなの、ね、コロカブトが大好きなの、ね、で、これ鳥カブトに似てるから大丈夫かなと思って、これはなんか破れ傘っていう葉っぱで、これは食べれるんだっていうんですね。で、これどういう時に使うかっていうと、渡辺さんが森の中にいて食べ物とか何も持ってないので、喉乾いたなと思ったら茎を折って結構水が出てくるらしいので、それを飲むと、だからこれを見つけると嬉しいんだって言ってました。鳥かぶと飲んじゃったら大変、死んじゃう。で、どん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 また行くんですけど、ここでちょっとあの焚き火をしました。あの、まあ、山の中で焚き火って危ないなって思うと思うんですけど、渡辺さんそういうのを心得てまして、ちゃんとこれから安全な焚き火をやるんですけど、本当にマッチとかじゃないし、ライターじゃなくて、そこにある木の棒を切ってですね、今削ってるのはあのふわふわの火種を作るためのこういうものを作ります。で、松の葉っぱとかですね、杉かな、杉の葉っぱとかの上にちょっとふわっと乗せまして、で、持ってきたのは小刀1本で、小刀だけでですね、ここ今安全になるように、土を掘ってます。で、掘った中で焚き火をすると、まあ、それ以上外に行かないっていうのを、まあ、教えていただいたりして、普段あの渡辺さんは山を守る仕事をしているので、本当になんか山を愛していると、で、この焚き火の跡が動物にバレないようにっていうのも気遣っていると、ちょっと深めの穴を掘って、で、そこに木を重ねていたわけですけど、今は、木のところにバッテンをつけてですね、ここで火を起こす。で、これやってみるとめちゃくちゃ難しいんですけど、あのなかなか一点を集中せずにこうグラグラするんですけど、体幹とかが毎日とか、まあ、すごい得意だと言ってらっしゃったので、こうやって火が火種につきます。これをふーってこう煽ってですね、火をつけて、で、穴の中っていうかものに入れると、こんな感じです。で、やってみてって木村さんがやると火が全然起きないっていうようなことをやりました。その後、まあ拠点に、これ拠点でですね、ちっちゃい小屋があるんですけど、そこを拠点に、NPO が動物をいろいろリサーチしているという感じです。元民家だったんですけど、中にはあれ猿とか鹿の、駆除した後の、まあ、骨を置いてるんですけど、で、その夜にですね、これイノシシをですね、ハラスのエンドウっていう、まあ、ピッピー豆って言いますけど、あのこの辺に生えてるやつを炒めて美味しくいただいたんですけど、ハラスのエンドウがこんなに美味しいとは思わなかった。
また別の日にこの日は猿に会えなくて、で別の日に行って、これは、イノシシがあそこでジャバジャバ水浴びをしたという場所らしいです。でまた山に入ってくるわけですけど、でここに今あって言われて、なんだこれって僕には土にしか見えなかったんですけど、ここに足跡があるらしいんです。でも僕には見えなくて、その渡辺さんにはあーってこう見えるというものがありました。でよく見ていくと、まあ、僕も分かる程度のなんか足跡、ここまで来ると分かると思うんですけど、これはっきりしたものじゃなくてもなんか見えてるらしいんですね。その足跡からですね、なんかその体重移動とかそういうのを察知して、こっちに何がいるとかあっちに行ったとかですね、オスだメスだとかですね、そういうのが分かるんですと言ってました。でそういうのをたどって猿を追いかけてたんですけど、これはね、あのそーっと行かないと猿が逃げるとか、人間の匂いが向こうに行くと悲しもにいたりとか、そういうようなことをやってます。で、はってここでこの足跡、わかりますか？よくちょっとプロジェクター見にくいかもしれないですけど、指紋がこの辺にあるんですけど、ちょっとこの辺にちょっとしましまがある。で、これを見て、渡辺さん何を言ったかというと、母猿がですね、お腹に子供がいて、子供がぶら下がっていて、で、それをこう歩こうとしたときに、むにゅっと前足が、指がこの辺にあるんですけど、指がちょっと埋もれたので、群れでいるんだろうと。で、この方向に行ったら猿がいるに違いないっていうふうに信じていくと、まあ、本当にいたわけです。で、残念ながらちょっと 写真とかですね、猿がすごく警戒するので、カメラとか物を出られなかったので、足跡しかないんですけど、まあ、こんな経験がですね、ありまして、なんか僕が見るっていうのがですね、なんか目で見て、こう光の現象として見てたんですけど、そうじゃないものをこの渡辺さん、森の達人の方は見てたので、なんかこういうことってあるんだなっていうのがすごく衝撃を受けたことでしたっていうのを話を変えてした。私はちょっと別のワークショップが次の日にあったので、それにそっちはお願いして東京に残ってたんですけども、すごいイケメンかったなと、すごい